トニ・モリスンはアメリカの作家、編集者でアメリカにおける黒人文学の立役者。トニ・モリスンとも表記される。デビュー作品は青い目が欲しい。代表作はソロモンの歌などで全米非評価協会賞、ピューリッツァー賞フィクション部門、ノーベル文学賞を受賞。オハイオ州ロレインに生まれる。名門黒人大学であるハワード大学入学。その後、 コーネル大学で英文学の修士号を取得し、テキサス州の大学で教壇に立った。1962年、物書きのグループで話し合っていて、過去の文学作品で学生に進めたいものがあるか、という話題が出た時に自分には、それが思い浮かばず、仲間から、では、自分で書けばと言われたことが創作のきっかけになったという。1965年から、 ランダムハウスの編集者となる。1970年、青い目が欲しいで分断にデビューした。性的描写や露骨な人種差別描写があったために一時期金書として扱われたこともあった。1984年からニューヨーク州立大学の教職につき、1989年から2006年までプリンストン大学の教授を務めた。百九十三年に、 アメリカの黒人作家として初のノーベル文学賞を受賞した。その他にも全米非評価協会賞、アメリカ芸術院賞、ピューリッツァー賞、大統領自由勲章など多くの賞を受賞している。2006年、ニューヨークタイムズにより、ビラブドが過去25年間で最も偉大な小説に選ばれた。ありがとうございます。